カール・ハインツ・シュトックハウゼンは、ドイツの現代音楽の作曲家、ケルン郊外のメトラート村で生まれる。父親ジーモンは小学校の教師で、母親ゲルトルートは農家の出身であった。母親は、1932年に精神を病んで入院し、またその数ヶ月後には、弟のヘルマン・ヨーゼフがわずか1歳で陽性するなど、身内の不幸が続いた。 1935年には引っ越した先のアルテンベルクの教会に魅了され、1938年にはアルテンベルク教会の生産会に参加するなど、カソリック信仰を強めた。同年、父親のジーモンは、ルツヤという女性と再婚するも、カール・ハインツとルツヤの関係は冷え切ったものであった。1941年にゲルトルートが没死、翌年には、 教員養成学校の寄宿生として、区山展で暮らすようになる。1944年には、同級生の多くが徴兵されたものの、他よりも若い年齢で入学していたことなどから、徴兵は、免れ、代わりに、野戦病院で働くようになった。ジーモンは、第二次世界大戦末期の1945年4月に、東部戦線に出生し戦死した。 両親が戦争の過程で没したシュトックハウゼンは、戦災孤児となり、農場やダンスのピアノ伴奏、ピアニストとして、ここをしのいだ。1947年4月、シュトックハウゼンは、ケルン音楽大学の入学試験を受け、音楽教育コースでは、不合格になったものの、ピアノコースで合格する。またその後、駐車場の管理人や警備員などのアルバイトを続け、 翌1948年には音楽教育コースにも合格した。1950年には大学のカリキュラムの過程で当時、シュトックハウゼンが浸水していたヒンデミットの影響を受けた新古典主義的なドリスのための合唱曲や十二音技法を用いたソナチネなどの作品が作曲された。1951年、シュトックハウゼンは ダルムシュタット歌詞現代を音楽講習会に初めて参加し、シェーンベルクの黄金の格子の踊りに失望し、オリビエ・メシアンの音歌と郷土のエチュードに強い衝撃を受けた。また同じ講習会を受けていたベルギーの作曲家カレル・フィーベールツと知り合い、彼からシェーンベルクやウェーベルンなどの戦時中は大敗を音楽として忘れられていったシンウィーン楽派の作曲法を教わった。 メシアンの音歌と強度のエチュードの衝撃から、シュトックハウゼンはフランスに移り、パリ国立高等音楽院の入学試験を受けるも、ダリウスミオのクラスの外国人枠に、同じく受験していたベツミヤ、別宮サダオが合格し、シュトックハウゼンは不合格となってしまった。しかし、メシアンの楽曲分析クラスへの兆候は認められ、1年ほどメシアンのクラスで学んだ。その後、 軍の音楽や、モメント形式などの新しい概念を次々と考案し、また、世界で初めての電子音楽を作曲。少年の歌や、グルッペン、コンタクテ、モメンテなどの代表作を作曲して、第二次世界大戦後の前衛音楽の時代において、フランスのピエール・ブーレイズ、イタリアのルイジノーノラと共にミュージックセリエルの主導的な役割を担った。 60年代後半以降は、確定的な寄付法を離れ、自身の過去作品を出発点として、それを次々と変容していく、プロテッシオオオミやタンパラジオが受信した音景を変容していく、クルツベレンなどを作曲。さらには、演奏の方向性がテキストの形で提示された直感音楽を提唱する、アロイス・コンタルスキーや、 ヨハネス・フリッチュラの演奏家とアンサンブルを結成し、これらの音楽を演奏した。70年代には、フォルメル技法を掲げて、再び確定的な寄付法に回帰しながら、祈りや秋の音楽など、音楽のみならず、身振りや手振りなどの身体動作による視覚的なアプローチも始まった。1975年には、それまで自作品の複雑で特殊な寄付法などの、 使用などの楽譜制作の困難から、それまで出版を担当していたユニバーサル社から、自身の作品を出版するための出版社、シュトックハウゼン出版を設立させる。シュトックハウゼンの墓の標速、シュトックハウゼンの墓の裏側1977年より、シュトックハウゼンは7作からなる連作オペラ、光の制作を開始する。作品は、約十六年かけて制作され、 2003年に最終作である光から水曜日が完成した。また長期に及ぶ光の制作過程では7作の各場面を抜粋して独立して演奏することもできる。1991年、ケルン郊外の村キュルテンに土地を購入し、自身の要望通りの家を4年ほどかけて建て、以後はその家で過ごした。1998年からは毎年キュルテンで、 シュトックハウゼン講習会を開催し、自作品の演奏とレクチャーをするなど、更新の指導に取り組んだ。2004年以降は、1日の24時間を音楽で表現する24曲からなる連作音楽、クラングを作曲していたが、あと一歩で全曲の完成はなわず、2007年12月5日、キュルテンの自宅にて亡くなった。シュトックハウゼンの墓は1997年に、 シュトックハウゼン自身がデザインしたもので、巨大な金属製の円盤に、光から水曜日の一場面の楽譜が彫られ、裏には、光に登場するミカエルの劇中のシンボルが描かれたものが使用された。典型的なセリエリズムに基づく、天の音楽から、軍の音楽、モメント形式、そしてメロディー的な要素とセリエリズムの統合を図った、フォルメル技法へと作曲技法を発展させていった。また、 電子音楽を作曲し、生演奏を電気的に変調させる、ライブエレクトロニクス作品も手掛けた。また、直感音楽と呼ばれる不確定性や、多義性を伴った形式を試行していた時期もある。ルイジノーノとシュトックハウゼン1957年撮影、無伴奏合唱のための、ドリスのための合唱や声と、室内オーケストラのための3つの歌曲など、伝統的で、 新古典主義的な作風から出発するが、ヘルベルト・アイメルトの勧めで、ダルムシュタット歌詞現代音楽講習会に参加した際に、オリビエメシアンの音歌と強度のモードを聞き、衝撃を受ける。この作品を数百回も繰り返し聞いたことが契機となり、シュトックハウゼンはセリエリストとしての第一歩を踏み出した。さらにカレル・フィーバールツの2台のピアノのためのソナタを、 フイワールツと初演して、影響を受け、応募へ、バスクラリネット、ピアノと打楽器のための、クロイツシュピールにおいて、トータルセリエリズムを採用する。途仏後は、メシアンの下で学び、さらにピエール・ブーレイズとの手紙のやり取りを通じて、セリエルな作曲法への習熟をより深めていく。ダルムシュタット講習会では20代で、すでに講師を務め、日々、ブーレイズや、 ルイージの斧と熱い議論を戦わせていた。これまでの作品には、分数番号が用いられた未熟な作品だったが、作品番号第一番が与えられた10楽器のためのコントラプンクテを経て、ピアノ曲愛法では、軍作法を試みる。これは、個々の点ではなくそれらの集合体であるより、上位の概念、軍にセリーを適用する作曲法である。また、続く、ピアノ曲集。 ピアノ曲 VX では、これまでになかった新しい寄付法の模索が行われている。フランスからケルンに帰ると、西ドイツ放送が新設した電子音楽用のスタジオで働き始め、電子音楽である修作愛及び修作通を作曲。続いて、電子音楽とミュージックコンクレートの両方を用いた少年の歌や電子音楽とピアノと打楽器のための コンタクテなどが作曲された。音響の空間配置も意図的に音楽構造に取り入れる空間音楽の概念もすでにこの時期には打ち出されていた。ブーレイズとの所感からはこの時期すでに不確定性の作曲を模索していたことが明らかとなっている。1950年代後半になるとモメント形式と呼ばれる作曲技法を確立させ、コンタクテや 彼などの作品で心を見られ、これらはソプラノ読書4群の合唱と13楽器のためのモメンテにおいて完成される。この時期には電子音楽の経験を発展させ、リング変調、フィルター、ディレイなどを生演奏に施して音響を変調させるライブエレクトロニクスの手法も積極的に試みられた。この時期に書かれた作品に6人の奏者のための ミクルフォニーアイアオーケストラ、四つの制限波ジェネレーターと四つのリング、変調機のためのミクストゥール、プロテッシオオンやクルツベーレンなどがある。また、同時期には音楽の不確定性を追求する直感音楽という分野を創始させ、テキストのみから即興で音楽を演奏する七つの日和や来たるべき将来のために、 などの作品を発表した1966年には、来日し、NHK 電子音楽スタジオにて、戦立楽器とフィードバックのための、ソロと電子音楽、テレムジークが作曲された。これらの作品は、相互編長と呼ばれる手法で変形され、電子音楽の網の目の中に組み込まれる。テレムジークの手法は2時間近くに及ぶ対局、ヒュムネンに継承される。 6人の歌手のためのシティムングは低い変動音の倍音のみを基本構造として全曲が構成される。この作品はホラチューラドレスクをはじめ多くの作曲家の作曲音色感に強烈な影響を与えた。1970年代には旋立でありながらセリーとしても機能するフォルメルと呼ばれる短い素材から作品全体の時間構造、音程構造などを 組織的に導き出すフォルメル技法と呼ばれる作曲技法を開発し、二人のピアニストのためのマントラにおいて初めて採用された。フォルメル技法によってダンサーとオーケストラのための祈り、クラリネットのための道化師、オーケストラのための記念念、クラリネットのための友情を込めてなどの作品が作曲された。オーケストラとテープのためのトランス、 二人の歌手のための、私は空を散歩する、コーラスオペラ、い吹きが生を与えるなどの作品には、演劇的、視覚的な要素が取り入れられている。この時期以降も、不確定性、多義性を伴った作曲法が完全に捨て去られたわけではない。例えば、ティアクライスは、演奏者が寄付されたメロディーをもとに、自分自身の演奏用バージョンを作ることを求めている。 1977年に作曲され、日本で初演された雅楽の楽器と4人のダンサーのための歴年を契機として、1週間の7つの曜日をタイトルとした7つのオペラから構成される、光1週間の7つの日の作曲が作曲される。以後、木曜日、土曜日、月曜日、火曜日、金曜日、水曜日、日曜日と作曲が進められ、2003年の 光への歓声をもって全曲が完結した。光の作曲に専念する傍ら、旧作の不確定な部分を確定した新バージョンをいくつか作曲している。ルフランの新バージョン、サンルフラン2000、ストップの新バージョン、ストップスタート、ミクストゥールの新バージョン、ミクストゥール2003がこれにあたる。また、初期のオーケストラ曲で40年以上にわたって改訂を繰り返してきた。 プンクテの決定校も1993年に完成された。光を2003年に完成させたシュトックハウゼンは2004年から2008年の没年まで1日の24時間を音楽化しようとする24作品からなる連作クラング1日の24時間の作曲に専念した。1970年代以来のフォルメル技法に変わり、 オクターブの二十四音からなるセリーが、この連作の基礎となっている。1950年代から60年代にかけての、シュトックハウゼンの作品は、ピエール・ブー・レイズやブルーのマデルナ、ハンス・ロスバウトといった指揮者によって指揮され、自身もオーケストラを伴う、彼や祈りを指揮している。その他、コンタルスキー兄弟、ディビット・チューダーといったピアニスト、打楽器奏者のクリストフ・カスケルらの演奏家が、 シュトックハウゼンの作品に関わった。シュトックハウゼングループ1960年代に、シュトックハウゼンが結成したアンサンブルには、ピアノのアロイス・コンタルスキーやビオラのヨハネス・フリッチュ、その他、ハラルド・ボイエや、ロルフ・ゲール・ハール、アルフレート・アー・リングスといった演奏者が参加している。彼らは、シュトックハウゼングループと呼ばれ、彼らによって、プロテッシオーンクルツ・ベレン、ソリストを伴う、 ヒュムネン、七つの日より、などが演奏された。タンパラジオを伴う独奏者のための、シュピラールの世界初演は、ハインツ・ホリガーの大声によって行われた。光制製作の関係者1970年代以降、特に、光以降の作品は、クラリネット奏者のスザンヌ・スティーブンス、フルート奏者のカティンカ・パスフェア、長男で、トランペット奏者のマルクス・シュトック・ハウゼン、次男で、 シンセサイザー奏者のジーモン・シュトックハウゼンや娘のピアニストマイエラ・シュトックハウゼンらの協力のもと作曲が進められた。鍵盤楽器の演奏にはガウデアムス現代音楽演奏コンクールでシュトックハウゼンのスカウトを受けたハラルド・ボイエーが参加している。この他、トロンボーンのマイケル・スボボータも光から月曜日でトロンボーンパートを担当している。また、 マウリツェオポリーニは1970年代から初期のピアノ曲を手掛け、自身が審査員を務めるウンベルト・ミケイリー記念ピアノ演奏コンクールのためにピアノ曲ザビを移植した。シュトックハウゼンはほとんどの作品において音をマイクを使って増幅することが指定されており、演奏される音響はサウンドプロジェクショニストと呼ばれる。 音響技師によって管理され、音色と音量のバランスが整えられる。また、自らの出版社、シュトックハウゼン出版社から、自身の監修による CD 作品集を出版し、自作の正当な解釈、演奏法を録音の形で残そうと努めていた。シュトックハウゼンは7年おきに、自身の音楽論、テクストツアムジークをデュモント社から出版し、1990年代以降は、 シュトックハウゼン出版社に移行したが、音楽について書くという行為は、没年の11月までやめなかった。2014年に、全17巻の音楽論が完結し、公式サイトから入手が可能となっている。なお、第1巻のみ日本語訳が出版されている。日本語訳を行った、清水城は、エクスミューザカ城の書評で、なぜも、メンテの楽譜だけが一向に出版されないか。 多分それが失敗作であることを彼がどこかで分かっているからであると述べたが、彼の予想は外れ、オリジナルバージョンとヨーロッパバージョンが別々に低調な想定で生前に出版された。また同年より自身の作品を収録させた CD を自費出版をはじめ、これらはシュトックハウゼン全集として2018年時点で106巻まで発表されている。 シュトックハウゼンは1953年からダルムシュタット歌詞現代を音楽講習会で講演していたが1957年になって初めて作曲の講師として招聘される彼の下で多くの作曲家が学んだ1963年にはケルン現代音楽講習を創設するまた彼はペンシルベニア大学とカリフォルニア大学でエビス校の 作曲家の客員教授を務めていたこともある。光の作曲開始以後は、作曲に専念するためすべての教職を辞したが、1998年以降は今日構えていたキュルテンにて、シュトックハウゼン講習会を開催し、自作の演奏に携わる演奏家の指導に当たった。シュトックハウゼンの指導を受けた作曲家は数多くいる。著名なところでは、 ジルベルアミ、クラレンス・バーロー、コーネリア・スカーデュー、クリストフ・デルツ、ジャン・クロード・エロワ、エトベ・シュペーテル、ジェラール・グリゼヨーカ・ヘラー、ヘルムート・ラフ・ヘンマン、ルカ・ロン・バルディ、ジョン・マクガイア、デアリ・ジョン・ミゼル、エマヌエル・ヌネス、ホルヘ・ペイ・シンホ、ロベルト・エイチ・ピー、プラッツ、ホラチュー・ラドレスク、ボルフ・ガン・グリーム、シノハラ・シン、ロジャース・モーリー、クロード・ビビエ、 ラモンティアング、ハンス・チェンダー、ウーリッヒ・ズーセラの名前が挙げられる。シュトックハウゼン講習会では、自身の作品や音楽語法を詳細に講義し、また、作曲者自身や、かつて演奏に関わった人々による監修のもとに、シュトックハウゼン作品のコンサートも行われ、作品の正当的な演奏解釈を、後世の演奏家に伝えることに努めた。この講習会からは、 作品のこれからの演奏を担う演奏家が何名も育った。例えば打楽器のスチュアート・ゲルバーやクラリネットのミケレ・マレッリはこの講習会の受講生として研鑽を積み、作品のレコーディングやクラングのいくつかの作品の初演に参加している。この講習会で学んだ日本人演奏家にはバリトン歌手の松平隆ソプラノ歌手の工藤茜、ピアノのホトレイコラがいる。 なお、シュトックハウゼン没後も、この講習会は継続されている。シュトックハウゼンは敬虔なカトリック信者であり、初期から晩年に至る多くの作品には、彼の信仰心が反映されている。少年の歌は、旧約聖書をテキストとし、グルッペンのスコアの末尾には、デオ・グラティアスと書き込まれている。日曜日第3場面、光へのテキストは、 神の様々な創造物を称える内容である。クラングの2時間目、喜びのテキストは、聖歌来たりたまえ、創造主なる精霊よから取られている。また彼は2005年に来日した、祭の講義において、私のすべての作品は、神を称えるために作曲されていると発言している。ピエール・ブーレイズは、ルモンド市上で、シュトックハウゼンについて、とても、 ユートピア的であると同時にとても実際的な人間であり、極めて大胆なプロジェクトを現実化できる人間、新しいものの発見者であったが、それと同じくらい音楽を書く術を心得た人間でもあったと評している。シュトックハウゼンを傲慢、エゴイスト、古代妄想と断じる論評もある。その一方で、来日時の気さくな姿やファンのサインに快く応じる姿、 講習会の参加者からの質問に丁寧かつ真摯に答える姿なども伝えられている。また、指揮者のインゴ・メッツ・マッハーは、苦悩していた時期に、シュトックハウゼンに激励されたエピソードに触れ、彼について本当に心が広く、他人に援助を惜しまず、常に物事をポジティブに考える人と述べている。シュトックハウゼン音楽論集の役者である。 清水城は、音楽の友2008年2月号初集の追悼文、ナーハクラン、シュトックハウゼン追悼において、なるほど彼は、天然豪慢で、超自己中だった。しかし嘘のない人だった。彼には音楽しか存在せず、音楽しか考えられないと述べている。しかし、清水の発言を含めたこれらは、シュトックハウゼンの作品を、好意的に見つめた、調子上の態度である。 日本においては、アシスタントを務めていた、篠原真を通じた紹介などにより、シュトックハウゼンの作品や音楽理論が受容されてきた。シュトックハウゼンも1966年1月20日から4月30日にかけて来日し、東京、鎌倉、京都、奈良、大阪などの都市を訪れ、3月21日には、東京で、テレムジークを初演している。この作品には、 シュトックハウゼン自身が採集した画学や東大寺のお水取りの音などが用いられている。1970年の大阪万博の際には、ドイツ館にて、シュピラールなどの作品が繰り返し演奏された。また、国立劇場からの移植で作曲され、1977年に東京で初演された現代画学作品、歴年は連作オペラ、光の最初の作品となった。 この作品は火曜日の大一幕である。しかし、シリウスや歴年が音楽評論家にバッシングされたのを契機として、作品が実際に聞かれることがほとんどないまま、直感音楽以降のシュトックハウゼンの創作を否定的に評価する論調が支配的になっていった。現在でもこうした評価は根強く残っているが、キュルテンで開催されているシュトックハウゼン講習会には、 日本人の演奏家も参加しており、彼らによって70年代以降の作品も徐々に日本に紹介されつつある。2008年11月には東京大学において、シュトックハウゼンに関するシンポジウム及びワークショップ、シュトックハウゼン最高が開催された。シュトックハウゼンのピアノ作品は、日本では中村和江、松山元、向山智子、大井博明、矢沢智子、 近藤信子、宇野正志らによって演奏されている。松山元は、アロイス・コンタルスキーからシュトックハウゼン解釈を教わった最初期の日本人ピアニストである。近藤信子は、学位論文が、シュトックハウゼンのピアノ曲についてのものである。大井博明は2011年7月、晩年のピアノ独奏曲、自然な演奏時間全曲の日本初演を行った。また、 松平頼明のピアノ独創曲24のエッセイズの第23曲レジェンドはシュトックハウゼンのピアノ曲アイセティンからコードが引用されている。シュトックハウゼンの発言の中で最も多くの批判を呼んだのが9.11テロについてのものであった。彼がこのテロをアートの最大の作品ルチファーの行う戦争のアートと表現したと報道されると 各方面から激しいバッシングが起こった。結果、シュトックハウゼンは各地で演奏会のキャンセルに見舞われる。ただしこの発言はインタビュー中の発言が恣意的に切り取られた結果によるもので、第一報を報じたハンブルクの新聞社は後日、それが誤報であったことを認め、謝罪記事を掲載した。詳しくは、シュトックハウゼンの楽曲一覧を参照の 今年トックハウゼンが関わった、または創始した音楽技法。光の7作は、それぞれ1週間の各曜日を冠した作品名からなるが、制作順は、必ずしも月曜、火曜、水曜、といった1週間の曜日順で制作されたわけではなく、光から火曜日から制作が始まり、各曜日がそれぞれバラバラの年内で制作され、 最終的に光から水曜日が2003年に完成し、7作すべてが完成した。ちなみに光から日曜日も水曜日が完成した同年の2003年に完成している。長き政治によると、1980年代半ばのドイツでのシュトックハウゼンの文献をあさりますと、現代のワーグナーみたいで非常に古代妄想的だという人はドイツにもいて、 それが日本には倍増されて伝わってくるような、さらに言うなら、日本ではそういう妄想の部分が広がるような感じだと言う。シリウスに関して、近藤譲るは、犬の星の水君と題する文章を執筆し、主に演出面に対し批判を加えている。歴年に関しては、移植者の木戸と郎によると、初演後の音楽家批評は、 すべて悪評ばかりで、この作品をトータルセリエリズムの理論で分析し、その是非を論じた解説は解無であり、さらに、軌道が少しでもこの作品を擁護する記事を書こうとすると、編集者から削除を要求されたという。彼の作品や音楽理論の需要が停滞するようになる長木政治は、音楽雑誌を引きますと、大体1970年代の前半までは、 シュトックハウゼンという名前がたくさん出てくるのですが、その後の10年間はほぼ皆無なのですと述べている。清水女王は、シュトックハウゼンを追悼する分には、器用方編に一定の型があり、それはよく知らないことを語るとき人が見せる恥ずかしい証拠である。そのいちいちを上げつらう趣味はないが、初期作品を褒めるにせよ連作、光以降をけなすにせよ、 批評家の何パーセントが、ヘリコプターや9.11を,をめぐるゴシップではなく、マルチチャンネルの優れた演奏で、シュトックハウゼンの音楽自体を聴き、複数のセリーやホルメルで柔軟に折り上げられたスコアを見たことがあるのだろう。60年代までの立主義的作品は評価するが、70年代以降、ことに77年、光以降の神秘主義的で、 古代妄想的な後期作品を否定するという二分法は、シュトックハウゼンをめぐる、ひなびた言説の一つである。追悼文の多くが未だにこういう二分法に寄っているのを見ると、この国の音楽批評においては、時が止まっているかのようで、おのずと評価のレベルも知られると述べている。彼のオペラ、光に登場する悪魔、ありがとうございます。